スノーマン、スマップや嵐を超える存在になる可能性も、国民的アイドルになるための最大の壁とは。男性アイドルグループとして絶大な人気を誇るスノーマンが、2024年11月から自身初となる5大ドームツアー、スノーマンドームツアー2024レースの開催を発表。10月30日に発売されるアルバムレースを引っ提げたツアーとなり、5都市13公演を回る予定です。2020年1月に CD デビューしたスノーマンは、約4年10ヶ月で5大ドームツアーを達成。旧ジャニーズ事務所時代から見ても、スタートエンターテインメント、以下、スタート社の所属グループで史上最速での快挙となりました。5大ドームツアーの実施は、スマップ、キンキキッズ、嵐、スーパーエイトに続いて5組目となり、並み居る先輩グループと肩を並べることになります。国民的な人気を獲得しつつあり、男性アイドルグループの中では頭一つ抜けた存在となったスノーマン。